日本に生息しているとされる類人型の未確認生物ことヒバゴン。体中が黒色もしくは濃茶色の毛で覆われており、背丈は 1.5 メートルほどと小柄な大人くらいで、体重85キロとずんぐりむっくりな体型をしている。そんな未確認生物が目撃されたのは1970年のこと。広島県の諭吉区近くのダムをトラックで走行していた男性が道路を横切る怪物を目撃。同年の同地区で農家に住む男性が猿に似た怪物と遭遇。以後ダムを中心に3キロ四方で目撃されるようになった。1970年だけで目撃情報は数十件に及び、現地の人を不安と恐怖で包んだ。しかし1974年に目撃されたことを最後に目撃情報は途絶えている。その正体はツキノワグマかニホンザルではないかと言われているが、定かではない。もしかしたら未だ広島県の山奥に人知れず潜んでいるかもしれない。よかったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。